通称フナウンサーの愛知こと横町愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやこのステージももう私は3年目という形になるんですけど、相変わらずフナッシーの人気は衰えることなくという感じですね。フナッシーに初めて会うよっていうお友達いらっしゃいますか？さすがちらほらいらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、ということでですね、初めての方もいらっしゃいますし、久しぶりという方もいらっしゃると思いますので、フナッシー登場前にですね、皆さんにちょっとお願い事をさせていただきます。まず座ってる方も目線が同じぐらいですよね。立ってる方も同じぐらいだと思うんですけども、ご自身が写真を撮るときに手を高く上げてしまいますと、その後ろのお友達が見えなくなってしまいます。ですので一瞬高く上げるぐらいはいいと思うんですけども、ずっと上げっぱなしだと他のお友達がね写真撮れないので、パッといい写真を撮ったら手を下げてあげてください。最近おすすめしているのは、フナッシーの撮影は連射推奨です。いきなりジャンプし始めることもありますし、ブレてるところがフナッシーの魅力だったりもしますので、もしよろしければね、そういう風に撮ってみてください。で、撮影のタイムはですね、後ほど設けますので、今の時間とかもですね、別に撮影がダメってことはないんですけども、フナッシーがお話をしていますので、せっかくだったら生の果実をそのまま見ていただきたいと思います。画面越しだとちょっともったいないのでね、そのあたりもよろしくお願いします。でそれとですね、今日はこの競馬場ということもありますので、まあ、皆さん競馬よくするよって方、あ、ちらほらこちらもいらっしゃいます。皆さんじゃあ今日ね、もしかしたらフナッシーが来るってことで、初めての方もいるかもしれないですけどね、はい、こうやってね、フナッシーが現れると、私の話はもう聞こえない感じになってしまうんですけども、もうじゃあなんか気配があるのかな、じゃあもう呼んじゃいましょう。とにかくですね、お願いしたいのは、周りの方へ、周りのナシトモさんへのご配慮をお願いしますというところだけになりますので、あとはしっかり楽しみましょう。では私が良さそうですか。はい、じゃあそろそろね、入荷したいと思いますので、せーのって私が言いましたら、大きな声でフナッシーとお願いいたします。ではいきますよ、せーの、フナッシー、拍手。
にすんなし。何の話しようかなとも思ったんですけども、はい、まあ、ふなっしーのねコンセプトが日本を元気にっていうところなんですけど、あ、今ちょっとね、元気がなくなっちゃってるところがね。そんなしな、ちょっと今ね、昨日の夜もありましたけど、ちょっと熊本の方でね、大地震がありましたしな。ねえ、ちょっと続いてるっていうこともあって、うん、はい、まあ、そういったところで、ね、今大変かもしれないけど、うん、一方ででも福島もすごく元気になって、うん、ねえ、っていうところありますけどね。うん、ちょっとふなっしーから一言。いや、やっぱなんかちょっとどう楽しいか、ちょっと元気だからごめんなしな。じゃあでもね、やっぱりその辺の気持ちは本当福島の方がね本当に分かっていると思ってますらし、だから本当一刻も早くね熊本も元気な年になって心から思ってますらし。ねえ、ですね。まあまだね時期じゃないかもしれないけど、やっぱしばらくしたら熊本とかもね元気に行かないといけないね。そう、やっぱり熊本先輩にね、うん、うん、ちゃんとご挨拶しに行かなきゃなと思ってるし。そうですね、うんうん、そういったところで元気にしていこうとも思いつつ、まあ、まずはこの福島競馬場を楽しく盛り上げていきましょうか。オッケーしー。はい、さあということで。いやー、そんなことないだし、もう照れちゃうだし。分かってるね。はい、で1年ぶりのね福島競馬場となりますけども、うん、どうですか3回目ここ踏んでみて、この地を。あ、3年目になるとね、うん、まあ昨日夜新幹線で来たけども、うん、もう何だろう、あれ、あ、ごめんごめん、違う、ごめん、馬で来た。そうですね、ツイッターでは馬で来たってことになってましたけど。ごめんごめん、うん、馬で来たのし。今更か。でも、もう夜で美味しいもの食べようっていう気概もなくなっちゃって、おごめんなさい、違う、寒くて、めっちゃ遠距離でめっちゃ風強くて、もう伊勢丹まで歩く気合がなくて、うん、もうね普通にコンビニの焼き鳥食ったのし。そういう時もあるらしい、ちょっと疲れちゃったらしい。でもね、じゃあもう福島のね、コンビニの焼き鳥は美味しい。それとペプシ、美味しかった。ペプシグビグビグビ、焼き鳥グッシャー。あ、今ポチッと大丈夫。気のせいだし。ねえ、せっかくだから福島の美味しいものとか堪能したらいいのにと思いつつ、いや、もう海鮮で食べてきなしな。ねえ、うん、でも実はね、先週、はいはい、仙台に来てまして、あ、そうそう、楽天イーグルスさんのね、うん、ホボスタジアムの方で、はい、イベント始球式、はい、見たい。あ、本当だし、いや本当に。いや本当だし、じゃあやっちゃってね、こうちゃんとね、こう構えてこんな感じだしな、うんうん、こんな感じで構えて。こうマウンドに睨みつけて、こう片足上げてね、こうサイドスローからシャーって言ったら、ここで崩れたらしい。そしたらさ、はいはい、ネットニュースでさ、うん、なし魔球を投げるも沈むみたいな書かれてたし、書かれてました。今ね、なんかちゃんとボール投げられた感があったんですけど、実際三塁に飛んでくっていう。そうそう、こっち正面が見たのに、こっちが飛んでたのしな。ある意味魔球だと思うなし。確かに。あの牽制球絶対ね、8割ぐらい確実させると思うなしよ。確かに。ね、仙台の言い訳を福島で。今解説者をね、しきりで褒めてくれて嬉しいしな。いや、福島さん、ためが良かったし、ためが良かったっすね。ためよかったんだ。優しいね。優しいですね。ねえ、ちゃんと解説者のすごいと思ったら、褒めるとこちゃんと探してくれるのしな。うん、ね、全力投球でしたからね。うん、で、そのステージの上で福島名物をちょうど食べましたね。あ、そうだ。そう。あれ、福島の、はい、ラーメンのしな、白川のラーメンのしな、あれ。あれはそう、鶏白湯ラーメンっていう。鶏白湯ラーメン。そう。食べた？あ、白川の鶏白湯ってそんな有名らしい？微妙。あ、でもこれから盛り上げていきたいですよ。こんだけ福島県知が詰まって、そんなにまだ知名
のがないってことは、うん、これからまだまだ。さあそうだよね。もう福島のあのパイタンマーケットがらきでしょ。くなしこっちまいかんじゃうなし。でもすごい美味しかったって言ってたもんね。あ、確かに味はね、すっごいあのコクがあって美味しかったでしょ。ねえ、さっぱりしてて、なんか鶏団子が入ってるなし、うんうん、その鶏団子まだジューシーなしだ。噛むと噛むとね、なんかね、噛むと噛むなし。噛んでるだけだしな。噛んじゃった。ねえ、まあそんなこんなで2週続けて東北お邪魔してるっていうことなんですけど、ね、でも梨田監督すごいやっぱ優しいしな。そうですね、ね、久米島からって思ったけど絶対怒らないしな、ね、ずっとニコニコしてるのし、でもアリーショコって絶対怖いしな。めちゃめちゃ怒る。多分普段怒る人よりも星野さんの5倍ぐらい怒ると思うし。ねえ、ギャップがあるからね。そう、いつも怒ってる人はまた怒ってると思うけど、梨田さんが怒った時はもうホテル俺やばいって思うんですよ。切られるぐらいの感じで思わない。ねえ、でもね、そうやって梨田監督の名前からのご縁で、そうそう、仙台に。もともと梨田監督が元祖ナッシーだって言い始めたのし。まあ、別にそれはそれはどうでもいいんだし。でもやっぱあの梨田監督がそう言ってくれて話題作ってくれたんで、じゃ あ, あのご挨拶行こうって話になって久米島まで行って挨拶しに行ったのしな。あ、そうですね、うん、いろんな縁がねつながってるんですけどもね。そう、そしてさらに明日もイベントありますもんね。ちょっと早いけど告知にしても、あ、そうそう、明日ね、日光江戸村でキャライベントが行われるのし。あ、本当、あ、いいのしな。なんかちっちゃいおっさんとかイーサーキングももう控えてるらしいのしな。おー、あ、今日からやってるって話なし。そう、2日間ですね。あー、なるほどしな、うん、でもなんか日光江戸村の、はい、あの時代劇風のセットに、うん、ご当地キャラって結構いいかもしれないしな。おー、なんかのファンタジー感が増すなし。なんだし。そんなファンタジーでもねって話なし。ファンタジーだし。で、江戸村初めてのしよ。あ、ね、忍者と戦いたいしな。シャ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 。今日一応夕方ぐらいまで船橋出番あるからね。ちょっと慣れないように。やばいのしな。ねえ、そうそう、夕方ぐらいまでの出番ってお話もしましたけど、あの今日はね、この競馬場でもいろんなことがありまして。お、何やるのし。はい、あのまず10年ぶりの女性騎士さん。あ、花子ちゃん。そうね、藤田奈々子さんが今日こちらで。あ、ちなみに何レースのし。何レースですか。11。じゃあ結構メインの方なしな。そうですね、割と後半の方になりますけどもね。で、走られるっていうことですけどね。おお、じゃあ、うん、ガツンと300円ぐらい。300円かよ。なしのガツンは300円。なしに5回るなし、なしに5回ちゃうなし。なるほど、でもね、そういう注目が一つあるのと、あとはですね、中山グランドジャンプ。高山グランド、そういう高く飛ぶやつがあるということです、ね、え、どういうこと。はい、高山グランドジャンプ、中山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 、yes、 いや、中山、中山グランド、グランドジャンプ、 yes、 OK、 JG1、 OK、 あ、 OK、 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 なんだこれ。やめよう、やめよう。っていうのがあって、はい、障害競争の G1 レースっていうことなんです。へぇ、そう、あ、福島で障害レースがあったのし。ということ、中山で。中山、中山、中山市。何言ってるのし。突然びっくりしましたね。で、で、まあ注目馬もね、いろいろといると思うんですけども、まあ、その障害競争の G1 っていうことなので、あの私の台本にですね、ふなっしーにも華麗なジャンプをお願いします。おー、無茶振りがございます。 OK でしょ、華麗なジャンプでしょ。せっかくなんでここが中央みたいなんで、こちらにお越しいただきまして。あ、でしょ。はい、皆さんこういう時がシャッターチャンスとなりますので。おー、まあ、前行っていいよ。大丈夫、助走つけるのし。あー、なるほど、落ちないで。気をつけるのし。頼むから落ちないでね。もうぐしゃぐしゃになし汁まみれになるんでしょ。前の人気をつけてくださいね。行くでしょ。はい、何ジャンプ。
ていうのし。何ジャンプにしましょうか。あ、ちょちょちょ。中山？あ、中山。中山。中山グランドジャンプ。オッケーし、中山グランドジャンプ。いきなりだったから今ね、終わった後カシャカシャだった。もう一回でしょ。よいしょ、中山グランドジャンプ。こっちジャンプ。ジャンプ。いや、なんか今日は息がいいね。そうだしな、跳ねすぎてるしな。ハワイ行ってるし。あ、でも今日比較的あの涼しいだしな。そう、ナシ温度的にもいい。うん、よかったよかったねえ。だからちょっとナシトマさん、待ってる方はちょっと寒かったかもしれない。寒かったらしい。ああ、ね、自己責任なし。あったかい言葉の一つでもあるのかと思いきや。いや、ごめんなさい、あったか、ほんと風邪ひかないようにしなしな。もうあったかそうだし、あの風邪ひいて JR さんに比べるのダメだしょ。ダメだし、フラッシュが怒られちゃうだし。嘘だし、もっと風邪ひかないんだしな。ね、うん、まあでもね、こうやってね、やっぱたくさんの方が集まってくれるっていうのもすごい嬉しいんですけども、はい、はい、あの皆さん競馬にね、あのふなしきっかけで来た方もいらっしゃると思うので。本当に嬉しい。で、ふなし今日何番にかけるとみんな喜びますか。あ、何番にしようか。でもさ、ななこちゃん走るのしな。そうですそうです、11です。ってことは7は外せないんだしな。おー、ななこちゃん、もしな。ななこちゃんで7外せないんだけど、ふなしでも大抵7入ってるから。いい7よ。でもほら、7後だったら5も外せないんだし。おー、さあ、来た。じゃあ7号、7号、7個で7号。おー、もしもう1頭ちょっとボックスが痛いなときは2、275。275、ふなこ。ふなこで。まあ、勝手に転がっちゃって、ななこちゃんの大迷惑だし。でも ね、あの、ちょっと先日ね、落馬されちゃったってこともあったけど、そこからね。しかもさ、ふなばし競馬場で落馬されたらしいんですよ。そうですね。いやー、怪我なかったら本当にこっちの世話だしな。ね、こうやって今日も出られるってことですから、応援していきたいですね。応援するでし。嬉しい。で、ふなし、ごめん、なぜか私がセンターに立ってるからこっちの方来てくれないの。ちょっとごめんなさい、入れ替わろうか。うん、ふなし左ね。はい、ニャキーン。なにそれ。ちょっと後ろから見たら怖かったですね。ちょっと怖いやしな。うん、決めたん。
言うな。カエルさんですよ。カエルさんは、はい、ケロリン。ケロリン、それがケロリン。難しいだしな。みんながざわついてる。でもなんか本当に、うん、その50年前テレビで放送して、はい、なんかもうアクション系でこう一世を風靡して、うん、何でもね、3万人が武道館だって書いてあったのし、すごいですね。伝説のキャラクターが50年前にいらっしゃったのし、ふなっしーだったら10万人ぐらい囲んじゃうんじゃないかな。うわー、そくさまー、10万人滅相もないです、嬉しい。絶対冷静になっちゃう。でも4月の15日だから、うん、昨日か、うん、もう早速そのチケット超最速販売を。あ、そう、まだ予約かな、プレイで予約の段階なし。ねえ、あ、もしかしたらありがとうなしな、みんな盛り上がったしな、ねえ、ねえ、みんなでなしこれやでしな、いやー楽しみだしな、ちょっとリハーサルやったらしい、ウケだし、いくだしな、せーの、なしなし、ね、うわすごい、もう嬉しい、これを1万人出られたらもうふなっしー吹っ飛べるしな、すごいです ね、感動しちゃうよね、う顔がベローって向けてどっか飛んでっちゃうし。ダメだ、芯が出ちゃう、やめよう。ダメですな。8月29日も大阪城ホールありますので、ね、あ、そうですね、大阪城ホールも楽しいですよ。なんか規模で言うと大阪城ホールの方でかいらしいんですよっていうお話ですね、キャパ的にね。いやー楽しみだしな、都合がつけばぜひ遊びに来てください。はい、さあじゃあふなっしー、ちょっとお写真撮影タイム行ってみようか。 OK だし、はい、じゃあふなっしー左斜め前のお友達向いていきましょう。で、音響スピーカーあるのでちょっとその辺もチラッとしてあげてくださいね。ステージ向かって右斜め前のお友達、シャッターチャンスです。いきますよ、せーの、はい、はい、ナイス、はい、よいしょ、ブシャーブシャー。はい、2、1、ありがとうございます。はい、じゃあこっち行きましょう、せーの、ブシャー、はい、ナイス。はい、撮られましたら手を下ろしてあげてください。3、2、1、はい、ありがとうございます。続いてふなっしー真ん中に行きましょう、この辺りです。はい、じゃあ真ん中のお友達、シャッターチャンスいきます、せーの、はい、ナイス。それ好きだな今日。殺してくれし、なんだね。はい、3、2、1、ありがとうございます。じゃあ私今度右側に行きましょう、ステージ向かって左側のお友達、シャッターチャンスいきますよ、ーせーの、はーい、ナースプリッ、マンボ、はい、ご自身が取りましたら手を下ろしてあげてください。3、2、1、はい、ありがとうございます。続きまして右側にもお友達がございます、いきましょう、せーの、はーい、ナースございます。さあということでふなっしーさん、もいもい、名残惜しくもね、お時間となりました。なんかね、競争がなんか脅かしちゃいけないらしくて、うん、時間ぴったりと終わらなきゃダメらしいんですよ。そうなんですよ、ね、大間さんのね都合もありますから、ね、ごめんねしな。でもこの後もね、ふなっしーちょいちょい競馬場で賑やかすからよろしくなし、はい、賑やかすとか言ってダメらしいな。手話しな、はい、プレゼンターやるのし、そうです、あ、じゃあ私から案内すると、はい、この後福島メインレースのラジオ福島賞の表彰プレゼンターをふなっしー務めまして、はいはい、今度2階のパドックにてお客様那須友さんと集合写真の撮影を開催するということですので、ぜひパドックまで足を運んでください。楽しみですね、はい、嬉しい嬉しい。その他にもね、今日ふなっしーランドからもいっぱいふなっしーグッズも持ってきてますので、そうですね、よかったらぜひ寄ってってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあふなっしー最後みんなにお礼を言って、はい、今日も朝からみんなありがとうございます。しー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 しありがとうございました。ナッシーでした。
君が悲しんでいる時はすぐ笑顔にさせるらしい。見えなかったですよね。はい、ということで皆さんトークショーお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと今日もね、来た時からふなっしーと、熊本のことばっかりちょっとお互い気になってですね、いろいろどうしていけばいいかっていうふうにも考えていたんですけども、私たちができることっていうのはきっとこれから出てくると思いますので、そのあたりはですね、今はちょっと見守っていきましょう。で、改めてまたご案内させていただきますと、福島メインレースのラジオ福島賞の表彰プレゼンター、この後ふなっしーが務めます。で、さらに今回は2階のパドックにて、ね、集合写真の撮影を開催するということですので、ぜひこちらもご参加ください。ということで本日は寒い中ありがとうございました。